さて、リーンルートが終わります。うーわ、それでシール、あ、そっかそっか、そうだよね、シールとか、マジか。はぁー、わ、ドキドキするね。はい、やっていきます。怪しい音楽が流れてる。おー3と9で見た、あの女の子ですね。止まれ。あ、ない、黒の衛士。そのトランクをこちらに渡せ。なんですの、あなたたち。いきなりこんなことを、まさか雇う。容赦ない。無駄口を叩くな、言う通りにしろ。うわそんな、私に。くわ早く中身の確認を。何、あー、ぬいぐるみね。ただのぬいぐるみだと。ち、ターゲットを間違えた。あー、なるほど、なんか狙ってた。ただのじゃなくて、なーちゃん特製だよ。うわー、爆発した。の貴様、測ったな。うおスーちゃん、ナイスナイス。くそ、待ち伏せまで。残りは3人、一気に畳みかけるぞ。了解。おお容赦はしない。ねえ、新キャラだ、新キャラだ、すごい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 、新キャラだ。もうすごい嬉しいですね。そしてね、私スーちゃんの、あの3と9読んで、スーちゃんの戦い方めっちゃ面白いと思って、めっちゃ気になってたんだよね。あ、マーキング 100%、 マーキング 100% で、そのマーキングした後に、なんか、あ、4ミスすごいですね。うわー、すごいすごい。マーキングやっぱずっとしていく感じなんですかね。へー、アナライズとかは。そして曲いいね、曲いいね、ちょっと涙が出る。あ、これすごいな、これすごいな。あー、なーちゃんはやっぱりアーツも得意だから。へー、刻むぞ、シャドウステップ。おおじゃあちょっととりあえずこう行ってみる。待って、どうしようかな、死んじゃうかな。ターゲット捕捉。おー、マーキングって書いてある。続いてくれおー、どうしようかな、どうしようかな、元気注入。自分は入んないやつか。メメシスピアス毒針ね、やっぱないか、アナライズ。なんか寝てる間になんかこう、スーちゃんやじゃない、なーちゃんが人の解析してたからいけると思った。黒の装束をまとえしたい、苛烈な戦技を、戦技と連携を駆使し謎のトランクを狙う。痛いな、どうしようかな、ちょっと痛いのがちょっとあれですね。元気注入やってみる。 30% でしょ。そういう感じ。感謝しておく。元気になあれ。ターゲット捕捉。ほいほい、意外とあのちっちゃい方の剣が想像以上に大きかったな。なんか探検のとかっていう文字を見たから、もうちょっとちっちゃいんかと思った。すごい、めっちゃテンション上がる。あ、これ一人か。ターゲット捕捉。いいね、続いてくれ、ナーディア、続け。はい、ナーディアって呼ぶね。どうしよっかな、スーちゃん、ナーちゃん、どうしよっかな。バトスコー、おいしょ。別々なんですね。はいはい、行くぞ行くぞ。あ、
とシャドウステップ刻むぞ。シャドウステップ、強いね、ほんとこれ俺の番だ。ね、めっちゃ楽しい。ターゲット捕捉。しかもなんかこうただの新キャラじゃなくてちょっと知ってる人っていうのがまたいいですね。お、いいですね。どうしようかな、どうしようかな。まだバトスコさしてる。よし、これで全員バトスコ。ほいほい、よし、よし、まだ入らんね。意外と戦闘長めにやっております。20だから結構多めに使えるのいいな。行くよ行くよ。細っ細いな。ゼルエルカノも細いよね。300か。アクス駆動。痛いな。ゼルエルカノン。わかな。おっしゃ。行くぞ。行くぞ。ターゲット捕捉。うん。崩したぞ。マーキングはどういうあれなのかちょっと今のところよく分かってないな。しよっかな。アクス。あ、間違えた。いいね。遅い。遅い、いいね。続いてくれ。俺の番だ。私スーちゃんの顔結構好きなんですよね。シャドウステップ。俺の番だ。顔かい。ターゲット捕捉。続いてくれ。ふいふい。これ CP 使い切っていいやつかな。まあエスクラの楽しみは取っとくか。ゼルエルかな。俺の番だ。いいね、クリティカル出るね。あ、しまった。どうしようかな。どうしようかね。覚悟はいい。伸びるんだ。へえ。行くぞ。行くぞ。リベレーション。肩をつけてやる。これよこれ。相手が悪かったな。面白い。面白い。アルタイル、ベガ、タリスマン。え、このスーナーって、3と9の後のスーナー？ナーディアの予測通りここで仕掛けてきたな。っていうか3と9ってノンフィクションっていうこと？はい。スーちゃんが事前に気配を察知してくれたおかげだよ。やっぱりスーちゃんとナーちゃんは最強のコンビかも。かわいい、喋り方かわいい、イメージ通り。スウィンアーベル、スーちゃん、私はスーちゃん、なーちゃんって呼びます。ナーディア・レイン。それにしても練度の高い連中だったな。帝国に来て追っ手の心配がなくなったと思った矢先にこれだ。狙いはやっぱり何何、なんか持ってるの。あー、トランク。このトランクか。何が入ってるの。一体何が入っているのかな。なん持っていってる。わからないが、かなり重要なものなのは確かだろう。その上あまり存在を知られたくないみたい。ギルドじゃなくてなーちゃんたちに依頼するくらいだもの。ああ、なるほどね。ああ、あのご老人の依頼だ。なんとか達成しないとな。おじいちゃんにはいろいろとお世話になったからね。なるほどね、ヨルグさんね。ただ問題はこの謎めいた届け先か。届け先がわからない的な謎めいた。ここで考えても仕方がないよ。そうだな、また追っ手が来るかもしれない。先を急ごう。その前にもう一つ問題があるの。なになに、眠いとか。なあちゃん疲れた、もう歩きたくない。そっか、スーちゃんおぶって。おぶって
て。自分で歩け。今日も冷たいスーちゃんでした、マル。バカ言ってないでさっさと行くぞ。トランクは俺が持つから。やりとり好き。スーちゃんには女の子をいたわる心が足りないとなーちゃんは思うのです。はいはい、その通りですよ。やりとり好き。これは C、 これは C っぽいね。どういう話なの。めっちゃワクワクする。アテナルートね、まだね。出会いの夜なんですか、ナディア。ああ、知性じゃん。なんだっけ、アングバールじゃなくって。人形兵器じゃないみたいね。来るぞ。え、来るの。これは一体何なんだ。切っても刺しても大して効果がない。何か特別な材質みたいだけど、分析材料が足りない。おお。あ、え、先に連結部を攻撃しろ。あ、出ないとコアへの攻撃は通らん。へえ、そういう仕組みか。この人あからさまに怪しい。いや、怪しすぎるでしょ。今は乗るしかない。ねえ、めっちゃ面白い。どうしよう、ワクワクが止まらない。待って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 、誰が相手だろうと関係ない。待って待って、捕まって。無理でした。いきなり使っちゃうけど。なんて。聞き取りにくいんで仮面外してもらっていいっすか。スーちゃんの双剣について。スーちゃんはの双剣は特殊な機構が組み込まれており、一定確率で攻撃者対象をマーキングできる。マーキング済みの敵をもう一度攻撃すると 100% クリティカル。そういうことか、気遣いやった。なるほどね。それめっちゃすごいじゃん。だって崩しやすくなるってことだもんね。はあ、おお、そっか、 C ルートで C が主人公だからこういう感じなんね。と思ったらクリティカル上げと駆動か。防御系はないね、このパーティーね。何言いかけたんだっけな、なんかすごい言いかけたんだけど。そう、アルベリヒ、あ、そう、ゾアバロールだ。アルベリヒさんはいなくなっちゃって、暴走してるのか誰かに刺激されてるのか。謎の球体から変化した黒銀色の自立戦闘兵器、体は液体金属で構成され不気味な攻撃を繰り出す。どうしようかな、どうしようかな。弱点属性のものを持ってないのか。ラホルテは、あ、結構広いんだね。駆動、早いね、発動。ありがたいな。行くぞ。行くぞ。あ、ない、間違った、こっち。刻むぞ、シャドウステップ。俺の番だ。うん。あ、エスクラみたい。スリーオブソーズ、自分のあの暗殺時代の名前ですね。やるしかない。おお、顔がいい。行くよ。顔がいい。なーちゃんスペシャルって何？なーちゃんスペシャル気になる。なるほどね。
そう、はい、覚悟はいい？じゃあね、ここだよ、ここだよ。マーキング済みの攻撃、敵を攻撃してみましょう。必ずクリティカルが出ます。通常攻撃では 50% 確率でマーキングできると。なるほどね。行くぞ。でまたゼロクラ来てるね。ターゲット捕捉、くらえ。ほんとだ、続いてくれ。ダメージ、よしよし。ターゲット捕捉、くらえ。なんかスーちゃんマジでかっこいいね。次 C さん来るね。覚悟はいい？じゃあね、ここだよ。うん、隙ありだ。マーキングって自分だけだよね。男の人だよね C さん。誰なんだろう。本当にクローだったらどうしよう。好きやりだ。Cの声もさ、よくよく聞いたら初代Cね。よくよく聞いたら行くよ。確かに桜井さんっぽいなって思うところはあったけど。やん。あ、待って。感謝してる。あ、いや、なんでもないわ。そう、ゼロクラフト使いたかったからこうしたんだ。あ、ソウルブラー。隙ありだ。俺の番だ。これがなーちゃんの本気だよ。あら。それそれそれ。ランダムだよ。あとは君に任せた。チッ。かわいい。頑張ってね。どっかいくぞ。いくぞ。刻むぞ。シャドウステップ。いくぞ。うん。ターゲット捕捉。なんでもない。くらえ。うい。崩したぞ。もう一回いけるよ。またゼロクラ来てる。Cさんか。ターゲット捕捉。くらえ。続いてくれ。よし。さて、そうですね。ターゲット捕捉。あ、待って、ラッシュしようと思った。まあ、いいか、ラッシュか。崩したぞ。ナーディア、続け。オッケー。任せたまえ。さて、自分で行きますか。もう一回ブルードガングレイン。なんだろうね、変だもんね。完全に散らばってなんかな。剣に何か書いてあるね。動きが、おい、何も喋らない。105とかか、レベル。何しに、そのトランクを狙ってっていう感じ。もうなんか今相関図全然わかんないね。逃げた、逃げたんかね。そうみたいだね。とにかく助かった、礼を言う。ぬいぐるみも片付けるね。礼は不要だ。代わりに。あ、何？あ、え、ちょっと待って。それはダメです。これはもらっておこうか。いや、代わりって勝手に来たのに。
最初からそれが狙いだったんだね。ああその通りだ。彼らを相手に善戦したことは評価しよう。おかげで手間が省けた。荷物は返してもらう。敵対するなら容赦しない。余興にはちょうどいい。待ってスーちゃん、まさかとは思うけど一応聞いておくね。あなたは何者なの？まさかとは思うけど心当たりがある感じ。神聖帝国解放戦線のリーダー、シーダ。なんだと。はあ、すごい偶然。それとも必然かな。え、どういうこと？なんか接点あったっけ？どうした？何が言いたい？俺たちが受けた依頼、その内容は、Cと名乗る人物にそのトランクを届けること。あ、そうなんだ。じゃあ依頼達成だけど。面白い。詳しく聞こうか、その依頼とやらについて。そう言われても実はなあちゃんたちも詳しくないんだよね。先月この依頼を受けてからその謎めいた届け先の情報を集めるだけでもかなり大変だったからな。先月か、今何日なんだろうな。先月と言ったな。ああ、それは確かか。あ、でもそっか、黒の騎士、衛士隊がいたんだから今3月15日以降だよね。間違いないよ。っていうことは2月の話。やっぱ2月結構ターニングポイントだね。なになになに？急に笑うのやめてもらえません？カミさん大丈夫？変なキノコでも食べたの？何？予想以上に面白い事態に。ついな。何何？どうやらこたびの一件、考えていたよりもはるかに私を楽しませてくれそうだ。それより早いところトランクを開けさせてくれると助かる。一応中身の受け取りを見届けるまでが仕事でね。おお、安心して、今回の中身は爆弾じゃないから。ああ、さっき爆発したもんね。多分って、まあ運んだ俺たちにも何が入ってるかわからないからな。うん、ずっと気になってた。で、何が入ってるの？さてな、私も知らない。中身も分からずに奪おうとしたのか。大胆だが、一つだけ分かることがある。クロスベルと帝国をも巻き込むこたびの騒乱、おそらくこの中に入っている何かはその核心に迫る鍵であろう。で、待って、私中身がなんか分かってきた気がする。さあトランクを開けるがいい。ガチャリ。果たして箱よりイゼルは希望か、はたまたさらなる最悪か。はたまた幼女か。どんぐらいの重さだったんだろう、女の子。猫ゴフイくん？でも関節度めっちゃ人間。あなたたち。ショベル。誰？これ本当どういうこと？ねえ。オープニング？
わわわわわ。オープニングだ。アニメやめたんですね。なるほど、 CG か、いいですね。わー、おっされミンコ、ほんと左目どうしたの。Cルート、ねえスーナー、めっちゃ楽しみ。あ、今の人ってあのあれじゃない、ルーファンさんと一緒にいた人。なんだこれは。おお、かっこいい。なんで対立してるんですか。おわはい、かわいい。ワクワクしかしないね。ワクワクしかしない。なんだこのアプリ。おお、なんか出てきた。忘れてた、忘れてたパッケージの人。すごい。すごいね、すごいね。出会いの夜、いや、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白い30分間だったわ。何が始まるんだろうね。いや、すごいな。だってでもさ、あのさ、私千の奇跡4やってる最中に始まりの奇跡が出るっていうのを知ったんで、3と9の主人公たち、登場人物たちが出るっていうのは途中から知ってたんですよ。で、サントキューをそれ前提で読んでたんですね。けど、なんだろう、なんか、ノンフィクションっていうことだよね、つまりね。まあ、その、めたい是非はともかく。なんかもう、絶対ひたすらに楽しみだわ。しかもさ、このオープニングって、実はなんか、発売日前に公開されてたっぽいよね、 PV とかと一緒に。よくみんな見るね、これ発売日前に。みんなすごいね。私ネタバレ嫌なタイプだから、なんか見なくてよかったっていう気持ちしかないんだけど。でもこれ見て楽しみにできるっていうタイプも羨ましくもあるね。いや、でもよく見れるな。めっちゃワクワクしたオープニング。これからタイトルで流れるようになるかな。ね、もう一回見たい、もう一回見たい。曲もなかなか良かったですね。CG いいね、CG。CG いいな。ああ。いや、まあ、あの、今までのね、奇跡シリーズの、なんかちょっとだけ動くイラスト感のやつも好きだったんですけど、こう、とても、よく動くアクション、盾を見るのは上がりますね、なかなか。他になんかあったオープニング。いや、でもなんか今相関図がぐっちゃぐちゃだな。今んとこそんな C さんに悪い印象持ってないけどね。オリビエたちなんかさらわれちゃったけど、本当になんか謎が謎を呼んでワクワクしかしなくて、とても楽しみですね、続きが。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。続きも楽しみにしていきたいと思います。これ押して大丈夫ですか。ほい、はぁ、楽しみ。